はい、文からです、今回もやっていこうと思います。今回はプリンセスハマグリをもう一個見つけて、ちょっと違うチャームを作ってみようかなと思います。で、前回からの変更点なんですけど、ここに、かまどを普通に置いて、その上に土鍋、この土鍋で料理ができるようになりました。その料理はいろいろあるんですけど、あ、動くこれこういうふうに BLT スープ、これは今いる村人から買ったんですけど、それとかこのフードプロセッサー、この中にですね、この中によいしょ、このハマグリとか、小麦だったりとか入れて動かすんです。今電池がないな、ちょっと電池を、よし、充電完了。こうやって小麦を入れてやると、こういうふうにお米ができるんですよね。だったり、このハマグリ、ハマグリを入れてやると粉末ハマグリ、こういったものができます。これを、お米を手に持った状態でこういうふうにポンってやってやると、こういうふうに、なんて言うんだろう、炊けるんですよ炊けるんです。で、アカシアの原木でいいか、こういうふうにボールをこうやって置いて、よいしょ、これで3回分すくえると、これでご飯が食べれると。これのね、組み合わせでちょっといろいろできるみたいなんで、これもちょこちょこやっていきたいなと思っております。ティーメーカーに土鍋にいいものがたくさんできてきてて、うん、充実してきましたよ。で、あそこ建物が1個増えてます。これはこんだけでかい建物で何かあるかなと思いきや、ただ単にここで、スイカを収穫しております。スイカを収穫しておりますね。じゃあ今からちょっとハマグリを見つけに行きます。このプリンセスハマグリがね、なかなかないんですよ。でも見つけよう、便利なんだもん、これすっげー便利なんだもん。だってさ、こうやって行ってさ、こうやって上に上がれるんだよよし、じゃあちょっと見つけに行ってきます。ここならハマグリいるっしょ。ここね、天空トラップタワーを建設しようとしたんですよ。なのでちょっとここでね、見つけてやろうかなと思います。よし、探すぞ。いや、もうポーションの力ってすごいな。これなら探せる気がする。いか、気持ち悪い。お、ほい、普通のハマグリだ、やっぱりね。せーの、ほい、普通の、ほい、普通の、せーの、ほい、普通の、せーの、普通の、せーの、普通の、せーの、普通の、普通の、さあ、ほい、普通の、ほい、ほい、ここ2個並んでんな。ほい、ほい、2個とも普通の、ほい、普通の、はい、はい、普通の、今ある、はい、普通の、普通あるってことはどれか1個はプリンセスハマグリだろう。普通の、普通の、普通の、ほい、お、来た来た、やっと来た、帰ろう。はい、お待たせいたしました。すごい時間かかった。よし、作っていこう。こういってネザー水晶、今回これで風のチャームっていうのを作ってみようかな。よいしょ。風のチャームは、ブロックの上に2ブロック隙間がある場所を右クリックで登録、
で、ちょっと離れて、ああ帰りたいな。ほい。わあ、便利。これもまた便利。やーべー、すっごい便利じゃんこれ。これって地下に行っても通用するんかな。例えばまあこっちの辺に行って迷ったとしても、ほい、お、めちゃくちゃ便利じゃないこれ。なんか何でもできる気がしてきた。いや、とりあえずハマグリ時間かかったな。いや、時間かかった。土鍋もフードプロセッサーもできたし、またちょっと作りたいものがあるので、こういった料理とか作ったりしていきたいなと思っております。あとね、村人さんもちょこちょこ増やしてて、今結構増えました。今ね、この中に何人かいらっしゃいます。いや疲れたな今日本当に。なんか養殖でプリンセスハマグリ生まれんかな、マジで。ちょっともうちょっとここでね、養殖していこうと思います。それでは皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。ぜひまたご覧ください。いた、なんで痛いんだけど。やめろや。ありがとうございます。